プロレス界のトップに立ってやる、もっとやりたい放題やってやる、自己表現が命のプロレスラーにとって注目を集める手段の一つであるヒールターン。今回はヒールターンによって自らの評価を大変貌させたプロレスラーに迫っていきます。年末になると何かと理由をつけて芸人兼落語家にビンタをお見舞いしたり、ガルパンに対する愛を語ってみたり、テレビの苦痛を伴う表現に対してツイートしてバズったり、そんな多彩なタレント力を持つ蝶野ですが、ヒールターンで人生を変えたレスラーの一人です。サッカー推薦で強豪校入学が決まっていたものの、暴力事件でそれはお釈迦となり新日本プロレス入団。1984年にプロデビューし、1987年の第3回ヤングライオン杯で優勝。優勝のご褒美であった海外武者修行へ出発します。オーストリア、ドイツ、アメリカ、カナダなどを転々とし、1989年に正式に帰国した後は橋本武藤と共に闘魂三銃士として行動を始めます。しかし闘魂を色濃く引き継ぐ橋本真也、色気たっぷりで天才肌の武藤敬司、この2名と比較すると少し劣ったポジションでした。白いパンツスタイルに細くつぶらな瞳、ファイトスタイルもド派手な投げ技や飛び技、強力な打撃技があるわけではなく、シンプルでオーソドックスな技を得意とするので、なおさら地味に見えてしまうところがありました。1990年、橋本とのタッグで猪木坂口組と対戦。1991年の第1回 G1 では武藤を破り優勝しますが、両国国技館の座布団が飛び回る様には武藤の優勝をファンが望んでいたのが垣間見えます。そして迎えた1994年、黒を基調としたコスチューム、反則攻撃や相手を血祭りに上げるファイトに変更。もともと喋りが達者でマイクが上手な蝶野にヒールスタイルは大ハマりします。ヒロ斎藤、天山広義と共に狼軍団を結成し、アメリカに参戦すると NWO に加入。日本にその支部として NWO ジャパンを結成。この NWO ジャパンが社会現象となり大ブレイク。プロレス以外のスポーツ界や芸能界にも構成員を増やしていきます。横浜ベイスターズの三浦選手、鈴木選手、中日ドラゴンズの山本昌選手、ジュビロ磐田のゴン中山選手、大相撲界の千代大会、草薙剛にユースケサンタマリアなど、現代のプロレス界で考えられないことをやってのけます。 NWO ジャパン T シャツは飛ぶように売れ、街中でも着ている人を普通に見かけることもあったそうです。このような状況から1990年代後半のプロレス界は NWO ジャパンと蝶野を中心に人気が大爆発。2000年に入るとチーム2000となり、生ドラの企画ものの準レギュラーの立ち位置に。ちなみに天山は企画が楽しすぎた模様でニコニコワイワイしすぎた結果、蝶野からお前ヒールなんだからもうちょっと考えてくれよと軽いお叱りを受けてしまったことも。しかし2000年中盤からは本格的な新日暗黒期がスタート。現場監督や GM としての立ち位置が多くなり、最前線からは撤退し始めます。古傷の首の状態の悪化などがありながらも、プロレスリングの後の対抗戦には蝶野自ら出陣。新日本プロレス存続のために戦い続けた蝶野、その姿はまさにプロレスラーの鏡でした。現在では引退宣言はしていないものの、首と膝の状態が悪化していることから現役復帰はなかなか難しいでしょう。そんな蝶野が残してきたプロレスラーとしての奇跡は、1994年衝撃のヒールターンがなければ全く別の結末となっていたことでしょう。ロスインゴのリーダーであり新日本プロレスの中心選手の内藤哲也選手、全くファンに認められない日々からヒールターンで大逆転したレスラーです。デビューは2006年、ジュニアヘビー級でスタートした内藤のプロレス人生。会社からの猛プッシュもあり、海外遠征後からは新日本の次世代エースとして武藤などの有名レスラーとビッグマッチでのシングルを組まれます。しかしなかなか結果が残せず、うまくいかない日々が続いていく中で、割れんばかりのブーイングが内藤に襲いかかるようになります。そんな苦悩の日々が続く中、自分を変えるためにメキシコ遠征に旅立ち、メキシコのユニットロスインゴベルナブレスに加入。2度目の凱旋帰国をヒールレスラーとして果たします。帰国後のヒール内藤はふてぶてしい表情を浮かべ、のらりくらりと相手を小馬鹿にするスタイルとなり、反則攻撃や急所攻撃三昧のやりたい放題、タッグマッチでも味方とタッチを行わず試合放棄。さらなる大ブーイングが内藤に襲いかかるも、不敵な笑みを浮かべ無視していく内藤。ロスインゴベルナブレスの一員として日本で一人で行動していくと思いきや、
イービル、武士などのパレハを加入させ、ロスインゴ・ベルナブレスでハポンとしてユニット化。ここから内藤哲也の大逆襲が始まります。2016年4月10日、インベンションアタック2016、メインイベントで岡田和親に挑戦。試合終盤では新メンバー真田を介入させ、IWGP ヘビーのベルトを奪取すると、10年越しに手に入れた団体最高峰のベルトをほたり投げて帰っていきます。この行動にファンは釘付けでした。内藤時代の到来を感じざるを得ない結果です。その後の内藤はさらに制御不能っぷりを見せつけます。オーナーに挑発を行い試合会場に呼び出す。 IWGP インターコンチのベルトを破壊する。ファミレスに記者を呼び出し無銭飲食。バックステージ試合中に本間のモノマネなどなど、その制御不能で想定外な言動行動にどんどんプロレスファンは飲み込まれていき、2022年現在でもロスインゴ中心に新日本プロレスが回っていると言っても過言ではありません。ロスインゴとしてヒールターンした後の内藤はこのように語っています。昔の自分は随分と背伸びをしていましたし、つまらないプロレスラーでしたよ。今の自分はたとえベルトを持っていなくても輝くことができる。まさにプロレス界の中心ですよ。2019年に引退したプロレスラー飯塚隆選手、33年間という長きプロレスキャリアの中で飯塚のヒールターンは歴史に残る大変貌でした。1986年にデビューし、海外で三歩修行を行った飯塚はグラウンドレスリングの技術力に長けていました。しかし飯塚はとても真面目で性格もおとなしめであり、当時のニックネームは寡黙な闘士。野上彰との JJ ジャックス時代にはキャラに沿わない格好をさせられていました。そんな飯塚に注目が浴び出すのはデビュー14年目、2000年の橋本飯塚組対小川村上の一戦。魔性のスリーパーホールドと呼ばれる決め技も誕生しブレイクを果たしますが、2000年に橋本は新日本を解雇&小川と共闘。2001年に試合中の怪我で長期欠場。14年越しのブレイクはあっという間に水の泡となります。そして迎えた2008年、 GBH と天山の構想の中で天山と友情タッグを結成し、真壁矢野組のタッグベルトに挑戦するも、まさかの天山を裏切りヒールターン。スキンヘッドに頭を丸め、入場時には観客席を破壊し、うなり声を上げながら大暴走するスタイルとなり、試合内容も椅子などの凶器を使用しながら最後はアイアンフィンガーフロムヘルでフィニッシュ。寡黙な闘士は怨念坊主と呼ばれるまでに大変貌を遂げます。そんな飯塚は2014年にケイオスを裏切り鈴木軍に加入。太一にリードをつけられ入場することもありましたが、ヒールレスラーとして自らを演じ続けました。そして2019年引退試合では対戦相手の天山から握手を求められ、苦悩しながら握手するも、大逆転の噛みつきからパイプ椅子攻撃からアイアンフィンガーフロムヘル、そして狂乱しながら観客席を練り歩き退場。プロレスラーの引退試合はリング上で10カウントゴングを聞きラストコールで締めるのですが、リング上に飯塚の姿はなく、あるのはアイアンフィンガーフロムヘルのみ。鈴木みのるが飯塚不在のままリングアナにコールさせ、みのる自身でゴングを10回叩き、引退試合は終了。しかし地味で真面目で寡黙な男の最後はヒールとしての大飯塚コールに変わっていました。ここ2、3年で急激に評価を上げている太一選手。そんな太一選手もヒール転向により自らを大変貌させた選手の一人です。2002年全日本プロレスで石狩太一としてデビュー。全日本プロレス時代の付き人であった川田俊明が2005年に全日本プロレスを退団すると、それに追随する形で石狩太一も退団。フリーのレスラーやハッスルなどを経て2006年から新日本プロレス本格参戦。ミラノとのタッグユニオーネを結成。ちなみに2009年4月からリングネームが現在の太一に変更されました。しかしそんな中で2009年にミラノが目の負傷により欠場し、そのまま引退。その後はメキシコのプロレス団体 CMLL へ旅立ち、2010年に凱旋帰国すると、当時外敵として新日本に参戦していた小島さとしとの共闘の道を選びます。しかしその後すぐに高道の句とともに小島を裏切り鈴木みのると合体。2011年ヒールレスラーとして鈴木軍としての太一がここから始まります。しかし太一のヒールレスラー人生はどん底からのスタートでした。世界一性格の小ずるい男、世界一の小悪党、鈴木軍の金魚の糞などの異名をつけられ、2011年に行われたファン投票結果によって試合が決まる興行ではジュニアヘビー級レスラーの中で最下位となります。その後も反則攻撃や姑息なファイトを続け、太一はカエレコールが定着化。しかしブーイングを浴び続けながら鈴木軍の一員としてヒールとして行動を続けると、2018年にデビュー15周年記念試合として先ほど紹介した内藤哲也と対戦。内藤が勝利するも、バックステージで内藤は太一の健闘を称え、
ヘビー級への転向を進めると、太一は翌月からヘビー級へ転向。ヘビーとなった太一は名勝負を量産し始めます。2018年9月に後藤からネバー無差別級王座を奪取。後藤の防衛と誰もが思う中で勝利しました。2019年2月には内藤と IWGP インターコンチをかけて対戦すると、内藤の入場時に飯塚を襲撃させ、花道でブラックメフィスト。この一連の攻撃に内藤はノックアウト状態となり、一時は試合中止かと思うようなダメージを負わせます。試合はなんとか成立し、結果は内藤の勝利。リベンジは果たせませんでしたが、この徹底したヒールっぷりに観客席にいた真壁は賞賛を送っていました。2019年5月にはジェフコブからネバー無差別級王座を奪取。しかし後に太一が語っているのですが、この試合前に古傷でもある腰の状態が悪化しており、とても試合ができるコンディションではなかったそうです。しかも相手は119キロもあるスーパーヘビーのコブ。腰に何度もダメージを受けながらコブの技を受け切り、最後はブラックメフィストで大逆転勝利。世界一の小悪党などと呼ばれていた太一の姿はもうそこにはありませんでした。2020年からはザック・セイバー・ジュニアとのタッグでタッグ戦線をメインに展開し、ベルトにも多く絡むと、2021年のプロレス大賞ではベストタッグを受賞、現在に至るといった形です。そして太一を語る上で外せないのが、同じ石狩市出身でもある阿部美穂の存在です。2015年から太一のディーバとして帯同し、バックステージやセコンドとしても気配り心配りの行き届いている姿が見受けられます。さらに太一は近年では感動的なストーリーを展開することに定評があり、2022年 1.4 試合後の吉橋とのワンシーン、タカ太一マニアでの同期へのマイク、これはプロレスファンの心にしみるものがあります。そんな太一のこれからにも目が離せません。棚橋博選手に影響を受けプロレスラーとなった翔選手、2012年にデビューしベビーフェイス側でしたが、2022年に衝撃のヒールターンを見せました。そんな翔選手のこれまでを少し遡ると、2012年デビューから同期でもある小松洋平選手としのぎを削り続け、2016年に小松選手と CMLL 海外遠征へ旅立つと、リングネームをライジンとし活躍をし始め、アメリカに拠点を移してからはショーとなり、ここでも楊選手とのタッグに磨きをかけます。そして2017年10月両国国技館大会でショー&楊は凱旋帰国を果たし、ロッキーロメロと共に六本木 3K となります。この六本木 3K はショー&楊という若手イケメンレスラー2人を見せ上手なロッキーがプロデュースすることで女性人気が大爆発。入場もド派手でコスチュームも金と銀というアイドルのようなユニットとなります。凱旋帰国一発目からリコシェ・田口組の持つ IWGP ジュニアタッグ王座に挑戦勝利し、王座初体感、最高のスタートをショーは切ることとなります。シングルプレイヤーとしてもショーは2022年に高木とのネバー戦やヒロムからシングル勝利など結果を残していきますが、徐々にヨウとの実力差が出てきてしまいます。そんな中で迎えたスーパージュニアタッグリーグ2021、六本木 3K はまさかの開幕3連敗。すると公式戦4戦目の金丸デスペ組との一戦で、ショーはヨウを裏切り引退勧告を告げ、その後ハウスオブトーチャーに加入しヒールレスラーショーが誕生しました。そしてプロレスファン誰もが思っていたことは、ショーにヒールができるのかという不安です。常に真面目でバックステコメントも饒舌ではないショー、しかもヒールユニットの中でもハウスオブトーチャーを選びました。イービルもマイクが少し苦手で、ユージローはいい人、東郷はイブシギンタイプの硬派なレスラー、自己表現もマイクもバックステも全て自分でやっていかなくてはいけません。そんな中、ショーは完全オリジナルのヒール像を体現します。どう表現していいかは分かりませんが、サイコパスヒールのようなキャラクターです。恥を知れいと発する古風なキャラや、知らんがなとなぜか関西弁を使ったり、ヨウとのシングルマッチ前での公開記者会見ではニヤニヤニタニタしながらコメントしたり、バックステージに早歩きで登場するとダジャレをお見舞いし、ものすごい早歩きで帰っていくなど謎の気候が目立つようになります。しかしこのサイコパスっぷりは大ハマり、バックステコメントの YouTube 動画には賞賛のコメントが多く見受けられます。私自身も今一番注目しているヒールレスラーです。そんなショーのサイコパスヒールっぷりはいくらでも見ていられますし、とても期待しています。ということで、ヒールターンで大変貌したレスラー5人を紹介させていただきました。皆さんの記憶に残るヒールレスラーもぜひコメント欄で教えてください。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。